はいさーい、今回は那覇市の万国公園に来ています。早速、赤いハイビスカスがね咲いてるんですが、めちゃくちゃ成長してますね。おそらくあの梅雨でね雨がいっぱい降って伸びたんでしょうか。3メートル近く伸びてます。めちゃくちゃ育ってますね。前回来た時はこんなに伸びていなかったと思うんですが、ここにも赤いハイビスカスが咲いてます。でですね、今回ね僕が勝手に名付けた万国公園のハイビスカスがいっぱい、咲き並ぶ、ハイビスカスロードを撮影していきたいと思います。ね、ピンクハイビスカスがね咲いていたり、いろんなね色のハイビスカスが咲いてるんですが、どうやら僕にもというか、もしかしたらもう動画を見ててね、僕の動画を見てくれてる人がだったら気づくと思うんですが、今回、後撮りかぶせの感じで音声を入れてるんですよ。あ、こっちの白いハイビスカス可愛いですね。真っ白にね、おしべめしべのねあの部分が可愛いです、なんだっけ、そうそう、別撮りでね後乗せで今撮影してるんで、アフレコです。アフレコっていうのじゃないか、ナレーションな感じで撮影するのが初めてなんで、ちょっといつもと違った。あ、この八重咲きピンク可愛いですね。でね、もう一つこちらはちょっと薄いピンクなんですが、写したいと思ったんですが、どうやら、まあ、沖縄の緊急事態宣言で整備がねされてなくて草ぼうぼうで、写したいなーって近くまで行きたいなーって思ってたんですが、草のせいで遠く近くまで行くことができない感じでした。そしてちょうど多分なんだろう、この日ね曇り空だったんだけれど青空も見えてて、あちらは青空が見えますみたいな感じで写したと思います。でもね、ほんと綺麗だったんですよ、このね八重咲き。まあ我が家の庭にもね似たようなピンクのハイビスカスが咲いてるんですが、こっちのねちょっと薄い方もねどっか、お店で見かけたら買いたいと思います。でこちら、黄色のね中が赤い赤のハイビスカス、珍しいなっていうことで手に取って撮影したんだったかな。もうね、実はこれ1週間前ぐらいにね撮影して、最近編集しようと思ってね、音が入ってないのがね今さっき気づいちゃってね、あとから今ね音を載せてるんですが、やっぱ難しいですね。でこの赤いハイビスカスもね真っ赤で綺麗でした。で他にね、まあ、赤とかねピンクはもちろん万国公園ねいっぱい咲いてるんですが、黄色オレンジね白とかねいろんな色が見れる万国公園なんでね、ぜひ近くまでねお越しの際は、来てくださいっていう感じです。でこちらのね、これサーモンピンクの、提灯タイプっていうんですか、僕はまあ勝手にフラミンゴって呼んでるんですよ。形がねあの鳥のフラミンゴ、まあ、色も形も似ててね、そう呼ばしてもらっています。でこちらは、黄色のねちょっとくしゃくしゃした黄色なんでしょうか、これオレンジの黄色っていうか、いろんな色がね咲いてていいですよね。こちらのピンクも僕が大好きなピンクのハイビスカスも咲いていました。これね、なんて言うんだろう、普段ね撮影しながらね、まあ、適当に喋ってるんでねベラベラ喋れたりするんですが、映像見るだけでは難しいですね。あ、確かこの時ね太陽が出てきて撮影空を映した感じだったかな。こちらもねピンクで、やっぱね赤とピンクは圧倒的に万国公園多いんですよ。赤率高いですね。こちらもピンクがいっぱいで、でこっち、白のね、まあ、うっすらピンクも入ってるんですが、小ぶりのハイビスカス可愛いんでね、これもねちょっと手に取って大きさ確認できるようにね手を写しながら撮影したのを覚えています。でこちらね黄色っていうか茶色かな、ゴールド珍しいちょっと色だったんでね、
葉っぱを避けて撮影しました。奥にはね、黄色、下にもありましたね。薄い黄色でね、中が赤いタイプのね、ハイビスカスを写しました。で、こっち、これもね、オレンジでね、鮮やかで綺麗だったんですよ。他にも何色あったかな、白あったりしたんですよね。でね、まあ、バンコク湾ね、ハイビスカス以外にもね、ちょこちょこ咲いてるんですが、まあ、ほぼほぼ、まあ、ハイビスカスロードってね、呼ぶだけあって、まあ、他の他の花もね、咲いてるんですが、圧倒的にね、赤いハイビスカスが多いです。というか、やっぱりね、撮影しながらだったら話せるのに、あ、このカンナ、そうですね、カンナも結構多く咲いてるんですよ。まあ、黄色とかね、赤が咲いてたりするんですが、このね、ブチというか、マダラというか、面白い色ですよね、カンナのお花も。時より黙ってしまうことがあるかもしれないんですが、バックでね、BGM 流して撮影後取りしようかなと思っています。今ね、話してる現段階では音楽はもう捨てないんでね、全く無音なんで、ちょっと気まずい感じになってしまうんですが、まあ、頑張ってね、今回ナレーションみたいな感じで撮影中です。不慣れなんでね、いつもと違ったような感じかもしれないんですが、どうか最後までお楽しみください。そしてね、トンネルがね、やっぱり影で涼しいんですよ。でね、こうやって影から日向に出るとね、一気に暑くなってね、この日も確か、まあこういう曇り空、まあ青空が見えてるんで晴れって言った方がいいのかな、こんな、ね、天気だったんで、30度近くまで気温が上がっててね、7分も喋れば汗だらでしたよ。汗がだらだらで、オレンジ可愛いですね。隣にはピンクとね、オレンジのね、ツーショットでした。やっぱりね、マキキとかね、葉っぱとかね、綺麗に整備されてなくてね、剪定されてないんでね、どうしてもね、こうやって葉っぱとね、花が風とかで、ぶつかってね、綺麗な状態で咲いてるハイビスカスが今回あんまりなかったですね。まあ、こちらこんな感じでね、花が表に出ていればね、綺麗に咲いているんですが、このね、黄色に、薄い黄色ね、可愛かったね。ちょっと珍しいタイプでした。でもやっぱり僕はピンクが好きなんで、最後にピンクでした。あ、これもね、ツイッターに載せたんですが、面白いですよね。赤に黄色のね、ブチ。もっと長く写せばよかったんですが、なんか知らないけれど、次に行ってしまいました。バッタ、そう、大きなバッタが飛んでてね、ああいう大きなサイズのバッタ、ね、自分に飛んできて当たったら痛いんですよね。セミとかカナブンとかね、ああいう昆虫っていうのは意外とサイズがでかいと顔とかに当たるとめちゃくちゃ痛いですよね。そしてそろそろ、はい、マンゴー公園のね、ココヤシです。まあ、ココナッツが実るらしなんでココヤシなんですが、こちらもね、ちょこちょこ実ってたんですが、まあ、動画のね、途中真ん中あたりでまた、もう真ん中って今がもう真ん中来ちゃってるか、もうちょっと先まで歩くと2番目のね、ココヤシゾーンがあるんで、そちらの方が見やすかったですね、確か。っていうかね、実際この動画ね、どのくらいかな、1週間前ぐらいに写してね、もうね、どういう内容だったかぶっちゃけ忘れちゃってるんでね、僕も、なんだろう、皆さんとね、一緒に見ながら今話してる感じなんですよ。でしばらくこの辺はね、ハイビスカスがないんでね、雑草とか写したりしてました。確かね、この雑草ね、腰ぐらいの高さでね、動画では分かりづらいかもしれないんですが、やっぱね、沖縄緊急事態宣言中なんで整備されてないと思うんですが、早く開けてほしいですよね。サーモンピンクのね、ハイビスカスも可愛かったです。で、黄色、このね、黄色ね、これもツイッターに多分載せたと思うんですが、おしべ、めしべ、めしべの方がなくてね、多分切り取られてるのかな、なんか珍しいなと思ってね、
確かこの時も話しながら写したんですが、まあそれでもね、花びらの部分はねグラデーションがかかってて綺麗ですよね。でね、ピンクがやっぱり多く咲いたりするんですが、奥に見えてるピンクもねちょっとね白いグラデーション、なんかちょっと紫っぽく見えて珍しいですよね。うん、可愛いハイビスカスでした。ちょっと沈黙が嫌ですね、ミュートが。普段ね本当にね撮影しながらね周りを見ながら写してると話しやすいんですが、このピンクもね大好きなピンクなんでね、ついついピンクを見つけると写したくなっちゃうんですよ。ほんとね、撮影しながらだとね小鳥のね鳴いてる声だったり、もうこの時期は沖縄セミが鳴いてるんでね、ミンミンミンってね、確かこの日もいっぱいセミが大合唱してたと思うんですが、そういう音にね救われたりするんですよ。だけれどね今は本当に無音なんでね、みんなと一緒に、あ、カンナ、またこの辺カンナいっぱい咲いてますね。難しいですね、ナレーターっていうのはね、ナレーション。赤いハイビスカス、真っ赤です。やっぱね、普通よく一般に見られるハイビスカス、真っ赤も綺麗ですね。あ、ここです、中間のね、ココヤシゾーン。左もね、わかるんですが、右の方がポツポツ実っててわかるな。あ、左側もめっちゃタワワに実ってますね、ココヤシ。早く落ちてこないかなってね期待してるんですが、でね、こちら黄色とかね薄いピンクとか咲いてたんでね、この黄色もまたいいですよね。中心部分がね赤で、カールが可愛いです。レタスっぽい、なんかねレタスの葉っぱみたいな感じで可愛かったです。このピンクも可愛い色でした。っていうか、レタスの葉っぱが可愛いっていうのがちょっと難しい表現だったね。でもとにかくあの黄色は可愛かったです。はい、こちらが薄いピンクです。やっぱねピンク多いですよね。で、これですよ、次このね、白八重咲きの白可愛いんですよ。まあ昔よく僕がポップコーンとかね呼んでたんですが、この感じはまあまさにティッシュペーパーみたいな感じですよね。この下に咲いてる方は5つのね花びらがね星型みたいな感じでね可愛かったです。実際八重咲きなんでね、何枚の花びらかちょっと数えることはできないんですが、この黄色もねよく見るパターンですが可愛いですね。中心が赤くて、こちらもちょっと薄めなクリーム色かな、これは黄色っぽいね。これはね黄色でちょっと、まあ、虫食わないが広かったんで、素早く次のね撮影行ったんですが、行ったはいいんですが、ハイビスカスがねここら辺あんまり咲いてなくてね、後ろのね、ガジュマルを写しましたね。低い位置でね横に広がってて珍しいなっていうことで写したのを覚えています。で、どうなったかな、この辺もあんまりハイビスカスがね咲いてないんでね、早く、整備されて草刈りしてほしいねっていう話をしてたのかな。カンナもねちょこちょこやっぱり咲いてたりしますね。あ、先ほども言ったフラミンゴちゃんでした。で、こっち真っ赤がいっぱい咲いてたんですよ。いっぱい咲いてますねって後ろをね振り返りながら写しました。ね、本当に沖縄の緊急事態宣言がね今のところね延長になって7月4日に解除されるのが11日なのか、はたまたまたね7月の後半ぐらいまでなるのかわかんないんですが、このハイビスカスピンクのね八重咲きも面白いですよね。中心の部分がねピチャッとしてて可愛いハイビスカスでしてね、ね、早くね緊急事態宣言解除してもらわないとね、あっちこっちのビーチもね閉鎖、もうね駐車場がね閉まっててね、車も止めることができなくて撮影するの大変なんですよ。あ、赤いね八重のハイビスカス、八重ったハイビスカスもね可愛く咲いてました。こちらね茶色っぽい
可愛いのが咲いていました。あ、黄色も可愛いですね。薄い色ね、ほのかにね、中心部分ピンクで、早くね、緊急事態宣言がね解除してくれないとね。外は外でね、梅雨だし、せっかく晴れたタイミングを見つけてもね、閉鎖されたりしてる施設が多いんで、なかなかね、いい映像が最近撮れなくてね、困ってるんですが、あ、このね、花ね、なんていう花なのかなってことでね、この時もね、確かコメント欄に分かる人がいたら教えてくださいって ね、ぜひ分かる人がいたらコメント欄にでも書いてもらえると助かります。でね、もう確かそろそろハイビスカスもあんまり咲いていないんで、動画終わる感じかな。まあね、今回、まあ、外部マイクのね付け忘れということで音声後取りすることになったんですが、ね、最後までね見てくれて、ね、いつもありがとうございます。最近ね、感謝の気持ちを伝えるね動画もね配信したんでね、まあよかったらそっちのね動画もね見てコメント書いてくれると助かります。というわけで今回はね、那覇市の万古公園からでした。まったね。ちょっと声が遅れて聞こえるね、一国堂みたいになってしまったんですが、今回もね最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。じゃあまったね、バイバーイ。